聞いたことはあるけど。ああ、そっか、ホテルんとこか。だから二人一組なわけね。ふうかも知ってんだろ、ホテル街だよ、ホテル街。あんたね。おいおい、何を妄想してるんだ。内装が凝ってるだけの単なるホテルだから。言ってみればそう、アミューズメントホテル。あれ、そうなんですか。なんか今回は嫌な予感する。行くのやめようかな。またゆかりっち、意外なとこ子供なんだから。ちょ、子供はどっちよ。オッケー、行こうじゃん。私、今日の作戦は前線で戦うの予約します。よ、予約制なの。さあ、現場の指揮は誰がやるんですか。今まで同様、今回も君だ。それと、バックアップは今回から作戦時も山岸に頼む。なら前線に出るメンバーを決めてくれ。人選を任せる。